皆さん、こんにちは。高橋一生さん独特の引き込まれるような演技に、ついつい見入ってしまう人も多いのではないでしょうか。だけど同時に高橋さんの鼻の傷が気になってしまいます。癌という噂もあるし、すごく心配。今回はそんな高橋さんの病気の噂や熱愛報道について、まとめていきます。ぜひ最後までご覧ください。まずは簡単にプロフィールを紹介します。本名、高橋一生。生年月日、1980年12月9日。出身地、東京都。身長、175cm。血液型、O 型。所属事務所、マイプロモーション。活動時期、1990年。高橋一生さんは8歳の頃に児童劇団へ入団してます。幼少期は塞ぎ込みがちな性格だったそうです。そんな高橋一生さんを心配して、祖母はいろいろな習い事を勧めてくれました。その中の一つが児童劇団でした。高橋一生さんは中学時代も芸能活動をしています。ジブリアニメ映画の耳をすませばで、主要キャラクターの声優としても出演していました。この作品の収録時点では声変わりはしておらず、収録後に声変わりをしたそうです。声変わりをする前の貴重な作品ですね。出身高校は堀越高等学校のトレイトコースです。芸能人が通っていることで有名な学校です。この学校は生徒の夢を叶えるため独創的なコースを設けています。高橋一生さんはすでに芸能活動をしていたため、学業と両立できる堀越高等学校へ進学したと考えられます。元 V6 で俳優の岡田准一さんは同級生でした。高校1年生の時からの知り合いでしたが、初めは全く話したことがなく、お互い近寄りがたかったとか。二人は一緒にテスト勉強をしたことをきっかけに急激に仲良くなり、大親友になったとのこと。当時は岡田准一さんは売れっ子でしたが、高橋一生さんはまだ売れておらず、二人はいつか共演することを夢見ていました。その念願は2014年の NHK 大河ドラマ軍師官兵衛で叶っています。高橋一生さんの同級生には芸能人は他にも、タレントの新山千春さん、女優の野波真帆さん、またキンキキッズの堂本剛さんは一つ先輩です。高橋一生さんは大学には進学していないとのことでした。学習院大学出身との噂がありますが、これは誤った情報のようです。本人が2017年放送の A スタジオに出演した際に、家庭は経済的に苦しかったことを明らかにしていました。母親は3回結婚していて、高橋一生さんは長男、弟は4人いるそうです。高橋一生さんは子役時代から芸能活動をしていました。また弟たちのことの面倒も見ていたことから、大学へ進学する余裕はなかったと考えられます。高橋一生さんがブレイクしたきっかけとなったのはテレビドラマ民王です。高橋一生さんはこのドラマで貝原茂平役で出演しました。演技は高く評価され、2015年のコンフィデンスアワードドラマ賞、ザ・テレビジョンドラマアカデミー賞で助演男優賞を受賞しています。また2017年のテレビドラマカルテットに出演したことでコンフィデンスアワードドラマ賞の助演男優賞を受賞。さらに2018年の NHK 大河ドラマ女城主直虎に出演すると、ザ・テレビジョンドラマアカデミー賞で助演男優賞を受賞。数々の作品での功績が称えられ、2018年のエランドール賞新人賞に選ばれました。その後もテレビドラマや映画に舞台、いろいろな役柄を演じ分けられる俳優として活躍中です。ドラマ映画で活躍を続けている高橋一生さんですが、やはり気になるのは鼻の傷。一部では癌との噂も流れています。結論から言うと、高橋一生さんの鼻の傷は癌ではありませんでした。最近癌を公表する芸能人が多いので安心です。高橋さんが患った本当の病名は粉瘤。粉瘤とは通常排出される老廃物が皮膚の下に溜まってしまう腫瘍のことです。高橋さんは最初鼻を手術することにかなりためらったのではないかと思います。俳優なのにもしかしたら一生鼻に傷が残ってしまうリスクが多い、あと鼻の整形疑惑というマイナスなイメージがつく可能性もありますよね。高橋さんは整形にかなり抵抗がある方だと思います。下積み時代が長くても決して目をくっきりな二重にしなかったので、絶対顔に頼らず演技で売れてやる
そういうポリシーでやってきたはずなので、鼻の手術は苦渋の決断だったと思います。高橋さんは2009年に摘出手術を決断。手術は無事成功したものの、鼻に大きい手術痕が残ってしまいました。病気が完治するのかという不安を抱えての半年間の闘病生活。そんな苦悶の日々を支えたのは4人の弟の存在だったそうです。実は高橋さんは5人兄弟の長男。母親が2度離婚し、再婚を繰り返したことで3人の父親がいます。そんな複雑な家庭環境の中、家族を支えてきたのが高橋さんだったのです。弟たちの父親代わりも務めていましたから、高橋さんは常に自分が病に倒れるわけにはいかないと思って生きてきたのでしょうね、と演劇関係者がコメントを残しています。復帰後はどんどん仕事が増え、そして今や大河ドラマ直虎の巡視役を張るまでになっています。また高橋さんが今のブレイクぶりを一番見せたいのは天国にいるおばあさんでしょうね、と語るのは高橋家をよく知る知人です。高橋さんの両親はすでにどちらも他界しているのですが、彼は離婚を繰り返すお母さんのことが大嫌いだったそうで、彼は幼い頃からおばあさんに育てられたのです。小学校時代の高橋さんは人と話すのが苦手なおとなしい少年だったという。彼の引っ込み思案を心配したおばあさんが彼を児童劇団に入れたんです。そのおかげで今があるわけですから、高橋さんはおばあさんには感謝してもしきれない気持ちなのでしょう。高橋さんは愛する祖母についてこう語っています。すでに他界した祖母はドラマや映画が大好きだった。僕が子供の頃、毎週土曜日は祖母の家に行き、夜遅くまで一緒にビデオを見て過ごしました。祖母が僕を劇団に入れたのは、自分が好きな映画やドラマに孫が出演したら嬉しいという気持ちがあったからかも。そんな高橋さんですが、女優の綾瀬はるかさんとの熱愛が噂されています。二人は2021年放送のドラマ天国と地獄最古な二人で初共演しています。ドラマは綾瀬さんと高橋さんが入れ替わるというストーリー。そんな二人は天国と地獄で仲を深めたようで、ドラマスタッフから二人は付き合っているのではないかという声が上がりました。ドラマでの共演から交際に発展されたと言われている高橋さんと綾瀬さん。そんな二人には電撃結婚の噂も。ではなぜ結婚が噂されたのかというと、5つの匂わせがあるからです。一つずつ紹介していきます。結婚願望。高橋さんも綾瀬さんも結婚願望があるそうです。綾瀬さんは20代の頃に、20代のうちに結婚したい、30歳以降は35歳までには結婚したいとコメントするほど結婚願望は強そうですね。いい相手が見つかれば結婚に進む可能性は高いのではないでしょうか。一方高橋さんも2020年1月13日映画ロマンスドールの舞台挨拶では、結婚したいですけど相手がいなかったら始まらないですからね、と苦笑しています。さらにこのようなコメントをしていることから、結婚願望が強いことが感じられます。人生を共にする恐怖よりも結婚できるかなという恐怖があります。孤独ですからね。こけ。2021年1月桜井有吉も座夜会に出演した高橋さんと綾瀬さん2人は、番組内でコケを育てていると発言しています。そこからコケトークは盛り上がり、コケの柔らかさについて熱弁し共感し合います。共通の趣味があるというのは距離がぐっと近づきますね。自転車。さらにお二人は自転車も共通の好きなことの一つです。高橋さんは14歳の時にロードバイクに出会い、それ以来自転車が大好きです。マイルールは毎日欠かさず自転車を漕ぐと話すほどで、コロナ禍でも家の中で自転車を漕ぎながら台本を読んでいるそうです。おうちスピンバイクって固定されたバイクで20キロ近く基本漕ぎます。綾瀬さんは以前ストレス解消法を聞かれた際、自転車で爆走することと答えています。料理。料理が得意でもてなすのが好きな高橋さんと、食べることが大好きな綾瀬さん、お互いの好きなことを満たしてくれる二人のようです。高橋さんは料理上手で、パンも手作り、ラーメンも麺を打つところから作るそうです。2021年1月放送の A スタジオプラスでは、
高橋さんの幼馴染がこのようなコメントをしています。家に行ってソファで寝っ転がっていても料理が全部出てくる。自分の家に仲間を招いてはみんながワイワイ喋っている中、高橋さんはキッチンで料理をしてもてなすことが大好きなようです。綾瀬さんは世界中の地域を食べ歩く姿を日本を代表するフォトグラファーが撮影する写真集はるかの異世界を出しています。撮影中は食べ過ぎないように気にしていますが、基本的に私は本当によく食べますと話し、ストイックになりすぎず食べることを楽しんでいるようです。指輪、実は結婚指輪を購入したという噂があります。実は2019年放送のキッコーマンの CM で綾瀬さんは結婚指輪をしています。過去のキッコーマンの CM では左手の指輪はしていません。プライベートの指輪なのではないかと話題になりました。お二人は共演作の天国と地獄撮影時の仲良しエピソードが話題になっています。ドラマ天国と地獄最古な二人の撮影時からお互いを役名にちなんだあだ名で呼び合ってます。テレビで話すときは敬語が多い高橋さんが綾瀬さんとの会話ではタメ口で楽しそうに話す姿も話題になりました。高橋さんは綾瀬さんよりも5歳年上ですが、二人の会話はタメ口で距離の近さを感じます。また天国と地獄最古の二人での喧嘩言い合いのエピソードを2021年1月放送の一旦股間間で二人が語っています。綾瀬さんが手錠をかけるシーンで手が腫れてしまいました。その時高橋さんは大丈夫と心配する素振りをした後にざまーと言います。高橋さんからのざまーに腹を立てた綾瀬さんは橋から落ちろと言い返します。こんな可愛い言い合いの喧嘩ができるくらい二人は仲良しのようです。高橋さんと綾瀬さんは好きなタイプが一致しているようで、高橋さんはやんちゃで可愛い女性の方に癒される、僕が激高した時にははいはいと聞き流してくれるタイプの人がいい、綾瀬さんはお兄さんタイプがいい、ロマンチックより楽しい方が好き、先の話のように気を使わず言いたいことを言い合える関係が理想なのでしょう。二人が本当に結婚されるかは分かりませんが、共演での様子からも仲の良さが伝わってきます。いかがでしたか？病気の治療で一時休養し闘病生活を乗り越えた高橋一生さん、今では多くの映画やドラマで活躍をされています。また綾瀬はるかさんとの関係も気になるところです。今後も高橋さんに注目です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。